軸椎は、椎骨のうち上から二番目にある骨、第二頚椎のこと。Cervix の二番目のため、C2 と略して呼ばれる。環椎との間にある環軸関節は体軸に垂直な回転軸を形成し、頭部を回旋させる働きを持つ。軸椎の最も際立った特徴は、椎体上面から垂直に伸びる歯突起の存在である。軸椎の椎体は前方に向かうにつれて厚みを増し、前下方に伸びて第三頚椎の前面に重なる。前面の正中には縦に隆起が走り、その両側の環凹に頚長筋が付着する。下面は前後では凸、左右では凹面となっている。歯突起は椎体上面に付着する起始部がややくびれており、その髪型には前面に前関節面があり環椎の歯突起窩と接する。後面には後関節面があり環椎横靱帯と接する。歯突起は本来環椎の椎体として発生するが、途中で軸椎の椎体と癒着して、その一部となったものである。この歯突起があるため、軸椎は後、髪型から眺めると人が、結跏趺坐している姿に見える。日本で火葬後の収骨の際に、喉仏とされるのは、実は、軸椎のことである。椎臼根は、特に前方が丈夫で広がっており、椎体及び歯突起の根部と融合している。椎臼板も厚く丈夫である。椎孔は大きいが、環椎のそれよりは小さめである。左右の横突起は、他の椎体に比べて、かなり小さく、先端には、他の頚椎と異なり、結節が一つしかない。また他の頚椎と同様に、横と穴が開いていて、斜め髪型及び、外側を向いている。上の脊節面は、円形で、やや凸面であり、上、外側を向いている。上の脊節面は、椎体、椎臼根及び横突起と接している。下の脊節面は、他の頚椎とほぼ同じである。上椎切れ根は、非常に浅く、他の頚椎と異なって、上の脊節突起の後ろにある。一方、下椎切れ根は、他の頚椎と同様に、下関節突起の前にある。トゲ突起は大きくて丈夫であり、下面が深く切れ込んでいる。先端は二分していて、それぞれに結節を持つ。ありがとうございます。